ケツケッ、ジャス、ホルトです。さあ今回は無課金が必ず引くべきガチャの紹介をしていきます。それを引くために今からナイナジー玉の子ってところまで話していきたいと思います。いや、エキサイティングがね、人だらくして次のガチャ何引こうかって迷ってる方も多いかと思います。てか最近コメントで次何引くべきですかとか、ナイナジー溜まりますかこれからっていうコメントがめちゃくちゃ多くて、タイミングが良かったので、ね、それに回答する動画として今回出していきたいと思います。いや、わかります。やっぱりプロスピ1年目の人とか特になんですけど、無課金の人はリサーチがないと目玉のガチャが急に来た時に、うわめっちゃ引きたいけどエナジー全然足りねえし最悪だよってなっちゃいがちですよね。なのでそういった1年目の方だったり2年目だけ足りるか不安だっていう方向けに、無課金の方向けのガチャを中心に紹介していきます。多少課金できる方も一応おすすめのガチャがありますので、ぜひチェックしていってください。この動画を見ることによって年末までの目玉のガチャスケジュールがわかる、そして目玉ガチャを引くための必要エナジーがわかる、今から何エナジー貯まるかがわかるといったメリットがあります。流れとしてはまず無課金が引くべきガチャ、王道のパターンとしてもう結論から紹介します。そして次に王道じゃないけどこのパターンもおすすめですよみたいなのもね、次に紹介していきます。その中で去年のガチャスケジュールを確認しますので参考にしていってください。で、次にいつまでに何エナジー必要か、エナジーが溜まるペースはこういう感じですよっていうのを紹介して、これからどういったことをすべきなのかっていう最後確認をしていきたいと思います。このガチャ引く予定だよとかね、コメントにぜひ書いていってください。ちなみにこのチャンネルでは無課金初心者の始めたての方向けに効率よく強くなるコツやリアタイの上達のコツなどを動画配信しております。お得な情報を見逃しかないよって方はね、ぜひチャンネル登録今のうちによろしくお願いします。というわけで本日もおじゃうす。それでは無課金が2020年引くべきガチャの紹介をしていきます。まず王道のパターンから紹介をしていきます。特徴としては確実に補強が見込めるガチャを狙いましょう。というのもやっぱ S ランクがね、もしありえないですけど、まあ、10連で S12 とか来たとしても、まあ、オーダーに全員入らないような選手だったらあんまり嬉しくないじゃないですか。まあ、そういったところで自チーム S ランク確定があるというガチャがありますので、それを引くことによって確実に欲しい選手を当てることができます。まあ、注意点はユーザー情報から自チームの変更を忘れちゃったとかね、ありますので、そこだけ気をつけていただければいいかなと思います。具体的には結論を言いますと、アニバーサリー1段2段、そして選択契約書付き福袋、この3つが一番無課金が引くべきなんじゃないかなと考えております。内容を紹介しますと、アニバーサリーは去年の時点で10月15日と10月25日に1段2段と分かれて登場しました。そして30連目 S ランクのアニバーサリー選手確定、60連目で自チームの S ランクアニバーサリー選手が確定という内容です。そしてこのガチャの魅力の一つ目は、ユーザーが欲しい選手、強力な選手ばかりが来るというところですね。このガチャの期間の少し前にアニバ総選挙みたいなのがありまして、そこで皆さん欲しい選手に投票するんですね。で、その投票した中で各チームランキング上位2名の選手が選ばれて合計24名選出されるっていうガチャなんですね。なので僕らが選んでるもので、基本的にはもう欲しい選手ばかりっていったところになります。そして魅力の2つ目は、そういった僕らが欲しい選手の限界突破素材になる A ランクも手に入りやすいってところがあると思います。120でも引けばね、結構当たる確率が高いと思いますので、いいかなと思います。そして選択契約書付き福袋に関しては、去年は11月1日に登場しておりまして、こちらは10連目 S 確定、30連目自チーム S 確定、50連目で選択契約書付き福袋が付いているという内容ですね。まあ、なので魅力としては、50連でまず3枚 S ランク確定しているところと、この選択契約書付き福袋というのは、その時に登場している通常選手の中から誰でも好きな選手を選べるっていうところですね。これがすごく魅力的だと思います。というわけで、これらを全部引くためには、とりあえず簡単には11月1日までに4250エナジーが必要になります。まあ、日付は多少前後すると思うんですが、目安としてはこんな感じですね。では次に、先ほどの王道パターンからね、ちょっと違ったパターンを紹介します。このパターンをする方はアニバーサリーの片方を60で諦めるっていうことが必要になってきます。 もちろんエナジーが足りていれば問題ないんですが、要は先ほど言ったように確実に補強するのが大事なので、自チーム S 確定があるガチャを引けば OK という形になります。で、去年のガチャスケジュールです。年末までのスケジュールがこちらなんですが、結構いろいろ省いてます。で、その中で目玉なガチャだけをある程度選抜してこちらに記載しました。で、この中で自チーム S 確定のガチャはとりあえず2つありますね。それが TS 第4弾第5弾でございます。で、去年は第4弾が60連目で自チーム S 確定、そして第5弾では40連目で自チーム S 確定でした。なので、このどちらかで欲しい選手がいれば、これゲットするのもありかなとは思っております。ただ、5段は40連目で自チーム S 確定なんですけど、ラインナップとしては他より少し劣ってましたので、あんまり期待はしづらいかなってところですね。で、こちらのガチャを引く方は、一応デメリットとしては、アニバーサリーよりは限界突破素材の A ランクが手に入りづらいってところがあります。通常で登場している選手が TS には少ないので、そういった形になりますね。まあ、ただ、TS でしか登場しないレアな選手がゲットできますので、かなり愛着の湧く選手になる可能性が高くなりますね。なので、引くなら、ものすごい強いなって思える選手にしましょう。そして二つ目のパターンですね。ランキングを走れる方、こちらのガチャを引きましょう。TS3 段、TS6 段、外国人 OB。
去年はこの3つがランキングイベントがあるガチャでございました。これはイベントを走ることによってその順位によって自チームでそのレアリティの選手を当てられるので確実に補強がこちらもできます。でこちらのメリットとしては経験値ももらえるイベントだった場合、しっかり選手のレベルもどんどん上げることができます。すごい試合数を重ねるので、育成は進みやすいかなと思います。ただデメリットとしては、ランキングを走るためにガチャは30年引くべきで、まあ、ガチャ30年だけになってしまうので、まあ、その分ゲットできる、まあ、他の A ランク、B ランクとかはちょっと少なくなってくるかなっていうところですね。で、あと消費エナジーだったり、かかる時間とかが予測しづらいので、ちょっと不安要素はあるかなと思います。消費エナジーに関しては、そのレアリティのそのラインナップ次第だったり、現実世界で皆さんがどれだけ時間があるのかによって結構変わってきましたね。例えば今年の TS 第1弾だった場合、やはり福留選手はどうしても欲しいって方が多かったみたいで、かつ自粛でかなりプロスピを触れる時間が多いっていう方がいたことによって、消費エナジーがすごく多かったです。1800ハイエナジーかかったよっていう指令がいました。それに比べて TS 第2弾では、1段に比べるとラインナップが少し弱めだったこともあり、結構消費エナジーがかからなかったです。僕は TS 第2弾西口選手を取りに行きたかったので、ランキング走ってたんですけども、なぜか余裕ぶっこいってたら最終日届かないってことに気づいて、はい、失敗しました。でその時使ったエナジーは670エナジーだったんですが、まあ、そこからランキング入るためには、まあ、300エナジーぐらいあればいけるのかなっていうぐらいだったので、まあ、1000エナちょっとくらいでいけちゃったっていう感じでしたね。まあなんで、それはさすがに稀だと思うんですけど、まあ最低1400で、もう最悪の時代1800っていう確保しておかないと危ないのかなっていうところにはなります。で、他に限界突破攻撃付きガチャは引かないのっていう方もいると思うんですが、こちらは王道のガチャ引く分のエナジーがある方は別に引いてもいいと思います。あと、突コーチが5枚以下の方はね、エナジー余裕があるならば引くのも全然いいかなとは思います。ただ、限界突破攻撃付きガチャを引いたことによってアニマが引けなくなっちゃうようなエナジーの方は引くべきではないかなと思います。それでは次に、いつまでに何エネジー必要か、エナジーの溜まるペースはどのくらいなのかという話をします。まあ、ここが一番気になるかと思いますが、まず整理しますと、アニバーサリーが10月15日、10月25日、こちらは60連 ×2 なので3000エナジー必要になります。そして選択結晶付きガチャは11月1日、こちらは50連と予想されますので1250エナジーと仮定します。まあ、これもしかしたら変わる可能性があるので、60連だった場合っていうのも考えた方がいいかなと思いますが、一応仮で1250、60連というふうに考えます。なので目標としては、とりあえず11月1日までに4250を貯めるっていうところになるかと思います。でこれに関しては、今からなら、なんとか貯まります。今から貯めれば4300エナジーは貯まるからって言ったところになります。で、なんでそれがわかるかというと、まあこれはちょっと個人のデータで申し訳ないんですが、自分が過去3ヶ月でもらったエナジーの平均が、1ヶ月平均1168エナジーでした。それはどこからわかるかというと、エナジーの購入履歴を見ればわかるかと思います。ここで月ごとに受け取ったエナジーの数が毎回記録されてますので、そこから今回集計してきました。でこのエナジーからドリームキャラバンとかで大幅にもらったエナジーとかは抜いて計算をしております。まあ、他にもダルビッシュさんの報酬とかもね、臨時であったりしたので、多少多かった月はあったのかなと思いますが、まあ、少なくとも1ヶ月1000エナジーは大丈夫かなという感じだったので、まあ1日割る30で 33.3 エナジーペースという感じで計算できました。なので順番に見ていくと、10月15日アニバ第1弾までに今日からだと3767エナジー、2弾までにも4100、11月1日にも4333たまるって感じですね。でちなみにその選択契約書の次のガチャでは、まあ、正月の福袋ガチャを引きたいって方もいるかと思いますので、選択契約書で0エナジーになったとしても丸2ヶ月ありますので、2000エナジー近くはたまるかと思います。なので大丈夫かなと思います。ただ適当にやってて1000エナジーはたまりません。しっかりやるべきことをやってください。まあ、この動画でざっくりになっちゃうんですけど、しっかり普段のイベント、デイリーミッション、チャレンジカップ、 V ロードなどをしっかりこなしててください。チャレンジカップとかは結構忘れがちな人は、チーム魂杯とかね、参加できてない方もいると思います。普段12球団で組んでる方も、このチャレンジカップ用に一つの球団で作るのもありっちゃありかなと思います。で他にも結構チーツモになる細かいエナジーがもらえるものもあるんですが、それに関してはこちらの動画で紹介してますので、エナジー足りるか不安だよって方はぜひチェックしてください。概要欄のリンクから見れるようになってます。はい、お疲れ様です。というわけで本日のまとめをします。まず無課金は確定で欲しい選手が手に入るガチャを選びましょう。王道としてはアニバーサリー第1弾第2弾、そして選択契約書付き福袋、もし違うパターンでアニバーサリーの片方捨ててもいいよって方は、チーム確定のある TS もしくはランキングイベントでゲットするのもありかと思います。
理想はそっちもやってアニバーサリー両方弾けるっていうのがいいですよね。で、エナジーに関しては今からならやることやってれば溜まります。そのやるべきことがちょっといまいちだよって方はさっきの動画チェックしててください。というわけで本日は以上でございますね。最後におまけでラビリンスの S 規約書引くんですけど、コメント欄で疑問点だったり、このガチャ引く予定だよとかね、ぜひ皆さんの計画とか教えていただければなと思います。この動画いいじゃんって思ってくれた方はぜひチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。こちらが僕の動画を作るモチベーションになっておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。というわけで本日も見ていただいてありがとうございました。ということで、最後にネプロスピラビリンスの S ランク役所を聞きたいと思います。僕は狙いとしてはショートとライトがちょっと弱いので、とにかく坂本選手、あとは鈴木誠也選手、あとは強いピッチャーですかね、リアタイで使えるピッチャーが欲しいなと考えております。あんま契約書ね、期待しないですよね。ほんと自チーム確定のやつしか全然信用できなくて、と言いつつ来い来ないね。お疲れ様でした。